わかんない。ほんと突然走り出すな。して聞いた方が。
雨の日は薬湯かなんかやってるんじゃなかったっけな。いや、木曜日か？雨の日は勉強がはかどるんだっけ？あれ？なんか。
ちまったな。そういうことは昨日のもマジ。その格好前もなってたよな。何なんだよその格好。俺だってわかんねえよ。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい騒いでじゃねえよ。お前シャドウが急にざわつき出してもしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。学校なのか。そうだよ。城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとっては。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心。わかるように言え。バカにはわからんか。ああ、今のは捕まってる奴隷だろ。マジ？マジだ。昨日俺たち以外にも捕まってる奴を見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろう。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日こうだ。まして昨日お前らに逃げられたからな。さぞ荒れてんだろうぜ。もうやろ。ざけんな鴨志田。そんなんで悪かよ。わけありみたいだな。おいマナモだ。モルガナだ。この声の連中の男、お前ならわかるか。連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだな。マジか。下の野郎が好き勝手しやがんの、どうしても許せねえんだ。ありがとな、付き合ってくれて。恩に着るぜ。相変わらず不気味なとこだぜ。ついてこい。原則いつでも不意打ちを狙っていく。パレスの敵は主の歪みに支配されてる。成功すればどんな敵でも一瞬必ず前後不覚になる。そこを先制攻撃だ。後ろから不意打ちかまして